漫画でわかる宿泊業の安全衛生。今日は宿泊業の安全衛生について学んでいこう。宿泊業ってお客様をおもてなしする素敵なお仕事よね。そうだね。華やかなイメージもあるし憧れるな。綺麗な職場も魅力的。そんな職場でも労災は起きているんだ。じゃあ労災の主な原因を見てみよう。転倒や墜落、転落が多いんだね。そうなんだ。まず転倒、大きく3種類に分けられる。滑り、つまずき、踏み外し。ホテルや旅館などの広い施設内を移動することが多いからね。確かにドラマや映画でも忙しそうにしてるわ。お客様をお待たせしないために急ぐことが多いのも一因だろう。どうすれば転倒が防げるのかな。本人の注意はもちろん、身の回りを整理整頓して転倒しづらい環境を作ることが大事だよ。整理整頓は面倒だな。要は転ばないように気をつければいいんでしょ。ん？自分だけじゃなく誰も転倒しない職場作りが絶対だぞ。はい。次に転落。宿泊業の従業員は階段を使う機会が多いから転落事故も多いんだ。転落は骨折などの大怪我につながることもあるから注意が必要だよ。大怪我で働けなくなると家族も心配するし、収入面でも困るわ。だからこそ普段からの備えが大切。滑りづらい靴を履いたり、職場の危ない場所を確認したりと事前に備えておこう。あとは時間に余裕を持って行動することも大切だよ。動作の反動、無理な動作ってどんな労災ですか？例えば長時間の立ち仕事やお客様の荷物運びなどで腰を痛めるといったケースがある。なるほど。それじゃあ実際の現場を見てみよう。ケース1。ようこそいらっしゃいませ。雨、いつの間に。外のカフェ看板下げなきゃ。先輩は忙しそうだし。雨の日は足元に注意するように。まだ小ぶりだし大丈夫でしょう。結構重いな。でも本降りになる前にっと。よし、これで大丈夫。痛い。腰打った。ようこそいらっしゃいませ。お荷物こちらで全部ですか？滑らないように慎重に踏みしめて。どうしました？いいえ、なんでもないです。今からフロントにご案内しますね。というわけでして。すみません。大丈夫ですか？こちらこそ失礼を。お客様、ご案内いたします。助かった。さて、ちょっといいですか？怪我がなくてよかったものの、雨や雪の日は床が濡れて滑りやすくなるので注意すること。足元が滑りやすいと不自然な体勢で荷物を持ち上げることにもなり、腰痛の原因になります。はい。また
ロビーには多くのお客様がいるので、いつも周りを意識しながら動くこと。はい。注意するのはこれで何回目でしょうか？3回目です。すみません。しっかり怒られました。ケース2。よし、2箱終了。次の分を持ってくるか。お前の分も持ってきてやるよ。1箱でいいか？先輩、その靴。あ、ずいぶんボロボロですね。ああ、実は靴底もすり減っちゃっててさ。履き替えた方がいいですよ。いいっていいって、後で。おっと、危ね。こら、走るなって。すんません。危ねえぞ。一箱ずつ運べよ。あと少しなんで大丈夫っす。大丈夫か？いって、腰打った。ただいま戻りまし。先輩、靴底がすり減ると滑りやすくなるので新品に交換しましょう。それにどんなに急いでいても不用意に走ってはいけません。職場では 4S が基本です。床が濡れていたり残骸が落ちていたりすると転びやすくなります。床に置いた荷物もつまずく恐れもあるので片付けましょう。特に厨房はナイフなど鋭利な道具があるので慎重に行動してください。荷物で両手が塞がる場合は台車を活用するか、周りの人に声をかけて手伝ってもらいましょう。怪我をすると大切な家族も悲しみますよ。みんなで協力して明るく楽しく安全な職場を作っていきましょう。いいですね。はい。ケース3。はあ、の、お疲れ。お疲れ様。どうしたの、その机。いや、あの張り紙が剥がれそうでさ、足場にしようと。ほんとだ。でも脚立を使った方が良くない？いや、大丈夫でしょう。あ、で、そっちは？お客様から毛布を2枚持ってきてくれって言われたんだけど、なかなかエレベーターが降りてこなくて。お客様をお待たせしちゃうから階段で行くね。両手塞がってるし、エレベーターを待った方が良くないか？まあ大丈夫でしょう。じゃあね。なあ。やっぱり腰痛いな。大丈夫か？あなたたちは何をやってるんですか？いいですか？よーく聞いてください。軽いものを持っている場合でも、両手が塞がった状態では階段ではなくエレベーターを使うこと。高所作業する際は脚立を使用してください。テーブルや椅子など不安定なものは絶対に足場として使用してはいけません。そして調子が悪い時は責任者に相談してくださいね。無理して悪化することもあるんですよ。いいですね。わかりましたか？はい。危険は意外と身近にあるってことがよくわかっただろう。登場人物のドジなところが誰かに似てたね。ん？なんか言った？職場の安全衛生には
人一人の意識とルールを守ることが大事。ここでもう一度ケーススタディを振り返ってみよう。宿泊業で気をつけたいポイント。1、周囲に目を配る。転倒や衝突などの事故が起きないよう常にお客様の動きを意識しましょう。 2.4S 転倒を防ぐには 4S を心がけましょう。 3. 高所作業。高所作業を行う際は脚立を正しく使用しましょう。 4. 荷物の運搬。両手が塞がった状態での階段の利用は避けましょう。労災は決して他人事ではなく身近な問題だ。ルールを守ることは体、家族、生活を守ることだと覚えておいてほしい。何かあった時のために日頃から職場でのコミュニケーションも大切よ。よし、労災に気をつけて毎日頑張るぞ。宿泊業、こんなことにも注意しよう。安全、健康のためのヒント。1、思わぬ場所での転倒に注意。2、ドアでの挟まれに気をつけて。3、夜勤明けは睡眠をとろう。4、荷物を運ぶときは正しい姿勢で、膝を曲げずに腰の力だけで持ち上げるのは NG。 膝を曲げ、足や膝の力で持ち上げるようにしましょう。イラストで学ぶ職場の作業の中に潜む危険を知ろう。危険予知訓練。どこが危険か考えてみよう。ここが危険のポイント。1、カートは後ろ向きに引く。2、周囲に気を配ろう。3、膝を曲げて立ち上がろう。他にも危険なポイントがないか考えてみましょう。